橋本力、橋本力、橋本力、1933年、昭和8年10月20日から2017年、平成29年10月11日は、北海道出身の元プロ野球選手、俳優。ポジションは、外野手、OK エンターテイメント所属。1951年、昭和26年、函館西高校3年生時に、 第24回選抜高校野球大会へ出場。初戦でこの大会の優勝校となる、静岡商業高校に1の0で敗れる。1951年、昭和27年、第34回高校野球選手権に出場。準々決勝で、成田高校に延長15回の末4から1で敗れた。1953年、昭和28年、 プロ野球国鉄スワローズへ入団予定だったが、恩人と敬愛する沼沢安一郎から囲い込みを受け、毎日オリオンズへ入団。1957年昭和32年、外野手レギュラーを獲得。この年暮れより、球団は大前オリオンズとなる。1958年昭和33年、阪神タイガースから強打者、タミヤ次郎が入団。 橋本は外野手としてあぶれた形となる。1959年、昭和34年、怪我で二軍落ち。この際に、ゴミヤススケ原作の小説、一等祭は、背番号6が、親会社の大英で、菅原賢治主演で映画家、監督、木村敬吾されることとなり、当時二軍にいた橋本は、アドバイザー兼選手役で出演。実質的な俳優デビューとなった。 しかし、この一等祭は、背番号6で、外野でのダイビングキャッチを演じた際に鎖骨を折ってしまうアクシデントに見舞われ、この年オフに自由契約となり、現役引退。これを気の毒がった本社の意向もあり、一等祭は、背番号6で助監督を務めた中村大十郎が、同じ大英の社宅にいたことで、役者にならないかと誘われ、俳優に転身。 本人によるとそのまま撮影所長から大英社長の長田正一に話が進み、トントン表紙に決まったと語っている。1960年、昭和35年1月1日に大英ニューフェイスとして正式に入社発表される。同期入社に伊丹13、村上藤雄がいる。以後、大英京都撮影所の専属俳優となる。 役柄は悪役を中心とした派役が多かった。1966年、昭和41年、上勢の高さを活かして、大魔人で大魔人のスーツアクターを務める。この年3本制作された、この大魔人シリーズすべての大魔人役を務める。1968年、昭和43年、大魔人シリーズの経験を経て、妖怪大戦争の悪役、 大門のスーツアクターとして出演。大門を演じている中で、まばきしないままの充血した、橋本の双眼による眼力は一躍有名となった。1971年、昭和46年、大映画倒産。勝慎太郎の勝ちプロダクションに移籍する。1972年、昭和47年、香港映画、ドラゴン怒りの鉄拳で、 ブルース・リーの仇役として共演。以後、数々の映画に出演。1985年、昭和60年、長田正一の死去をきっかけに俳優を引退する。俳優引退後も、大魔人シリーズ等のイベントや特別番組にゲストとして顔を出していた。2017年、平成29年10月11日に、肺がんで死去。野球選手から、 映画俳優に転身した橋本だが、当時山本藤子、京町子、若尾文子らの前世紀でもあり、そんな人たちと一緒に映画に出るなんて考えられなかったという。が、上田吉次郎に相談したところ、あんたはその顔つきも性格も俳優に向いてるよ、とアドバイスを受け、同じ大映画から社宅を引っ越さなくてもいいということもあって俳優転身を決めたという。野球選手時代は、 月給10万円、年収120万円だったが、大英で提示された給料は、年俸30万円だった。最初、給料は30万円だと会社から提示され、月給30万円になったのかと喜んだが、年俸が30万円と聞かされ、がっかりしたという。デビュー作は、その他体制の一人で、キャバレーでダンスを踊っている男女の一人だった。つ慎太郎や市川雷造、 タミヤ二郎らと共演したが、これらのスターたちについて、それぞれ完全に一国一条の主ですから、例えば、信長、家康、秀吉みたいなそれぞれ違ったタイプのヒーローですよと語っている。切られ、役も多いが、殺人は、特別人に教わったことはなく、見よう見真似で覚えたという。俳優を引退したきっかけとして、私を育ててくれた。 永田正一さんがいなくなったことが非常に大きかったとし、永田について結果は悪かったけれども、それまであの人が映画界や会社に対して尽くした業績は大変なものでしたよと忍んでいる。大魔人で大魔人役を務めたが、シリーズで監督を務めた安田君義や森一世、特撮監督の黒田義志らも野球ファンだったことが、 この配役に影響したのではないかと語っている。ちょうどこの作品の前に、テレビ時代劇、風雲寺、半次郎、東京十二チャンネルに出演していて、安田監督にはこの時気に入られたんでしょう。何しろぬいぐるみには体力がいるし、大魔人には目の強さが要求されていましたからねと述べている。大魔人では会社から、お前、 京都で主役やるんだと言われ、主役といえばありがたいが、かつ新太郎や市川雷蔵を差し置いてやる役とは何だろうと半信半疑で京都へ赴いたという。言ったら確かに主役でしたと笑っている。大魔人のぬいぐるみは高さ2メートル50センチメートル、重さ5.6キログラムあり、京都の厚い土地柄、苦労の連続だったという。また、大魔人は橋本の目を 被り物から覗かせたものだが、これは黒田義士特撮監督の作り物の目では迫力が出せないとの考えによる。このため、神様なので瞬きしないでほしいと言われ、芋子、芋の粉の舞う撮影現場でも絶対瞬きしなかった。本人はかなり辛かったと語っているが、力を込め、意地でも目を向いて、これを演じたという。結果、 充血しギラギラとした目の演技がないで大評判となった。怪我の巧妙だね、目の効果っていうのはと述べている。おかげで目が荒れてしまい、お茶で洗ってケアしたという。大魔人の顔は青緑色なので、橋本の目の周りもこれに合わせて色を塗っていた。縫いぐるみを着ている時はいいんだけど、脱いで休んでいる時はきみたいな顔になったといい。 ミスミケンジ監督からは、タヌキのおっちゃん、緑狸と呼ばれたという。2.3作目の、大魔人怒る、大魔人逆襲では、水中での演技があるが、魔人の被り物は顔面に密着しているため仕掛けをする余地がなく、酸素ボンベなしでこれを演じている。縫いぐるみ衣装をつけたスーツアクターとしては、危険も多く戸惑いもあったが、2作目の、大魔人怒るから、 コツがつかめてきて、その後、妖怪大戦争での妖怪、大門役では、自らアイデアを出すなどして、非常に楽しんで演じたという。大門役に、橋本を抜擢したのは、黒が騎士で、大魔人での目の迫力を買われ、立っての使命を受けての器用だった。これはもう職人の仕事で、ギャラなんて、あんまり関係ない。俺たちは、これ作って満足だ、みたいな感じでやってましたと語っている。 大英京都撮影所では、勝慎太郎に可愛がられ、勝一家と呼ばれた仲間内に入っていた。大英京都の悪名シリーズの悪名史上、森一世監督で、バーテンの役で、タミヤ二郎に殴られる出番があり、これで勝ちからやたらに気に入られたという。大英東産後も、勝ちから誘われ、勝ちプロに所属していた。勝ちについて、いつも自分の周りに、 自分の親しい連中を話したくない人なんですよ。やっぱりスター特有の性質っていうのかな。我々はよくわかりましたね。私なんかはよく可愛がってもらいましたよと語っている。勝ちの立ち回りについては、雷蔵さんの立ち回りはビリッとくるような感じ。刀を突きつけられるとこう、痺れるような。マサルさんのはとにかくがむしゃらに体ごと向かってくる感じという。 永田正一と同様、勝も映画作りに苦労を重ねたが、だからあのおっさんがもっとしっかりしててくれれば、もっと我々も違うところに行ってたかも。パンツの中に変なもの入れてないでと笑っている。ドラゴン怒りの鉄拳で、ブルース・リーと共演することになったきっかけは、勝慎太郎が、新座投資破れ、当人券、1971年、安田君よ監督で、 オーウ、ジミー・ウォングと共演したことからった。価値は王ウと親しくなり、オーウがゴールデンハーベストを通して、今度アメリカから来た、すごいやつが、香港で出た一本目が、100万ドルの興行収入を得た。その第二弾を作りたいので、明治時代の悪い、日本人の役の俳優を紹介してくれと価値に依頼。これを受けた価値から、いきなり電話で、おい。 これからマージャンやるから三万円持ってすぐ来いと呼び出された橋本は、マージャンの誘いかと思ったが、三万円の意味がわからなかった。が、勝ちの誘いなので断るわけにいかず赴くと、おい、実は、香港に行ってほしいんだと言われた。電話で言われた三万円はと公費だった。橋本は驚いたが、そのまま勝ちのロングカットの吹き替えを担当していた、勝村厚志と二人で、 香港へ向かった。関東語もできず、全知識もないままの渡航だったという。不安な気持ちで、香港に着くと、橋本地から、勝村厚大先生歓迎とした登りが立っており、大英調布撮影所時代に、日本の映画を学ぶため助監督をしていた人物が、出迎えてくれた。この人が滞在中は、通訳検査はがかりを務めてくれたので、少し安心できたという。 次に撮影所で、大、ェイーー監督に会ったが、スケールの大きいおものだなと思ったという。次に、主演のブルース・リーと会ったが、大変に歓迎してくれたという。その印象として、すごいな感じ。ものすごくキビキビした感じの礼儀正しい人だったと、語っている。映画自体は、香港映画の通例として、脚本も台本もなく、とにかく悪役なんだ。お前は、 ブルースリーがやる役のあだ、あだ、あだの人間なんだとそれしか指導がなかった。セリフも戦術の通訳から聞いた内容を自分で日本語に当てはめたといい、映画の内容は全く把握できなかった。この映画では日本人が袴を前後逆に履いているが、橋本がこれを指摘しても衣装係がこっちの方がいいからと押し切ってしまった。悪役でメガネをかけた柔道の先生は、 明治大学出身で日本語が堪能だったという。ブルース・リーとの立ち回りでは、橋本の側は勝村が盾をつけ、ブルース・リーの方は自分流の形があるので、それを受けるだけなので、特に苦労はなかったという。刀の構えは一番目立つ立ち回りということで、次元流を使っている。リーは自分の立ち回りに関してはかなり監督に注文をつけていて、監督より、 D の主張の方が強かったという。D とロー A は仲が悪かったというが、橋本は特に二人の喧嘩などは見なかったという。撮影ではクライマックスの立ち回りだけで丸二日かかった。午後一時から深夜十一時までセットに缶詰になり、外に出られたのは夕方の一時間、食事の時だけだった。D のパンチやキックが間違って当たったことは一度も。 なかったという。鈴木、橋本が D の蹴りで吹っ飛ぶ場面は、ジャッキー・チェンが吹き替えている。橋本はこれを知らなかったが、後年、ジャッキー・チェンの映画が、日本で封切られた際に、娘がこれを知り、パパそんなに偉かったの、と教えてくれたという。撮影での香港滞在期間は2週間ほどだったと、い、ギャラは、勝ちプロから支払われた。映画自体は、 ブルースリーが亡くなってから日本で公開された時に初めて見たそうで、香港では人気あるけど日本でやるとは思ってませんでしたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。